はい、どうも皆さんこんにちは。 MSS プロジェクトでございます。さあ皆さん、夏ですね。まだです。まだ夏ですね。まだ真夏もいいと思うんですね。いや梅雨も入ってない。全員長袖着てます。真夏ですね。今夏だよな。いや今日はまだ、あ、やばい、脅し、夏の脅し。おい夏だよな。やばい、夏だよな。夏だよな。まだまだ。おい暑いよな。夏だよ。はい、お前言っとかねえと。夏だよな。夏だよな。おいやばいぞ。お前先輩の言う通りにしろ。あ暑い、暑いわ。あ暑い、暑くなってきた。暑いよな。夏だよな。今夏、はい今日は夏です。あ夏、夏、はい、夏いわ。はい、さあというわけで、はい、まあちょっとですね、夏の風物詩といえば何でしょうか。花火。花火。海。海。ああ、いいいい、近づいてる近づいてる。本当。てかもうこれ見て。これここにキャンプじゃない。でもまだ今春だね。もう行こう。でも今5月だから。あでもまだ暖かくなってきたから。はい、というわけでドーンスイカへ。ドーンスイカ。ドーンスイカです。プレミアムヒコロマンスイカでございます。ヒコロマン。ヒコロマンスイカ。ヒコロマン。はい、5月が旬なんだって、熊本のスイカ。じゃあ今一番いい。そう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 。っていうか、でかい。でかいねー。ねこれで殴られたらどうなるの。頭痛くなる。まあだからスイカといえば、季節は夏、そんな常識を覆す5月のスイカを、なんですって。夏だよな、夏って言わなくてよかったよね。そうだね。確かに。関係ない。旬5月なんだから。関係ないわ。ね。日頃マンですね。日頃マン。日頃マン。日頃マンですね。はい。まあ、ちなみにこれ6000円でした。おー、うん、結構するな。あ、重った、うん、ね、すっごい重い。めっちゃ重て。詰まってるね。今鍛えらさった、うん、もうムッキムキ。あ、というわけで今回はちょっとね、スイカを楽しもうということでですね。まあ、食べていきたいと思うんですけども、やっぱ切るのって大変ですよね。今回はこのようなものをご用意いたしました。ダーン、見てくださいこちら、スイカ用カッターでございます。スイカッター。スイカッター。スイカッター。スイカスライサーだったかな。スイカスライサーで、だからこれあの、まあ、知ってる人は知ってんじゃないか な, なんかガッてやったらガッてなるやつ。わかっちゃった。この絵だよね、本当に。そう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 。12カット。12人で楽しめる。ちょっと中身見る。俺ら4人しかいねえ。1人3つずつ食べられる。わ、あ、もうそのまんまだね、これ。あ、もう歯、歯だね、それね。これ頭にこう。ぐるい。いっちゃうってことだね。これ、これ、あれ。言うな、言うな。これ、言うな、言うな、言うな。言うな、わっか言うな、言うな、わっか言うな、わっか。あれこれ、俺もちょっとさっき開けた時気づいたんだ俺は。まだいいよな、まだまだ早い、まだ早い。スイカでっけえな。さあというわけで、ラップも弾きましたので早速やっちゃいますか。やっちゃいますか。切って食べちゃいましょうよ。やっちゃおうかな。じゃあちょっとアルマさんお願いします。うん、ちょ邪魔だこれね。あーいいね、あーいいね、そのヘタの部分ね。いいねいいね。ナイスだね。お、これよし行くぞ。 OK、アマさんお願いします。超硬い。これえプラスチック部分の方が やられそう。やられそうだね。やばい。まず歯、歯が入んない。まずマジで。ほっくすごい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 。頑張ってる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 。頑張れアロマ。入った。やばい、壊れる壊れる壊れる。歪んでた歪んでた歪んでた今。キックハンマー持ってきた。よし任せろ。よしお前その固定しとけ。固定しとけ。ちょっとブレないでな。よしいいぞいいぞいいぞ。いや進んでないね。結構行かなきゃ。ああそうだね。あの上にあれがあればね。うん。そうそうそういいね。あれ？おお。行ってる。ああ。マジかよ。こいつに勝てないんだけど。いやけどでもそれその輪っかあれだから。ね、なんだと？スイカ、スイカと。取らねえって言ってんのか？なんか、そもそもあれだから。こんなこともあろうかと。え？もう一個ある。
あ、こんなものを用意しました。わあ、それは、それはなんだい？これは包丁という食材を切るときに使うものです。僕たちに必要なものじゃないか。最高だよトニー。よしトニー切ってくれ。スイカスライサー。スイカスライサー。スイカ天天。おお来た。わあめっちゃ詰まってるこれ。いやうまそう。すげえ。すげえ。これは食べたい。ちょっと分けていく。ちょっとお願いします。あんまりそこで、あれだぞ、あの、あいつの苦労が。ん？え？どういうこと？そっからやる。ああ、それでやるってことね。かわいそうだろ。このガイド線に沿ってやれば。また、おい、気をつけて。難しいぞけど、これ結構。まあまあまあ。おお、いってるいってる。おできたー、すげえ綺麗。これが12等分だぞ。これが12等分ですか。12分の1できた。結構細いんだな。よー、さっき、あいつどこ行った？え、そう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 、こいつ超便利じゃん。すげえ、すげえ、これで、これをこれで、そうそう、これこれこれ、すげえすげえ。さあ、というわけで、日頃マンやったー、4つ分けたので、そいつのおかげでね。そいつは、こいつがなかったら、だってほら、ちょうどこの細さで、ちょうどほらこれ幅、あ、幅バッチリ、ほらこれスイカ立て、これあ、スイカ立て、これさようなら。はい、こちらが日頃マンです。いいです ね、 いいね、申し分ないよね。じゃあ早速食べましょう。い、塩もあるから。そうだね、まあ、まずは一口普通にいってみます。いただきます。いただきます。甘い、甘い、うまっ、めっちゃ甘い、うん、甘いね。今まで食ったスイカの中でもピカイチぐらいうまいね。うまい。この硬さでこの甘さってなかなかないけど、うん、ね、すごいね。なんか結構甘いってもううれうれでジュクジュクになってる。そうそう、熟してるのは甘いのわかんないけど、ね、全然。どんな感じになるの、うん、スイカバーに。スイカバーに、だって根元までめっちゃ甘いもん。スイカバーに何ですか、これで白子に突っ込めばいいじゃん。来たー、スイカバーで突っ込まれる。うん、うん、ほんとね、皮の方まで甘いわ、うん、これうまいね、ほんと。どうだ、田舎に帰ってきて、え、うまいスイカ、うまいっす。こんな久しぶりだろ。おじさん現れた。なんて言ってたかわかんないけど、うまいっす。お前都会で何やってんの今。都会で今 YouTube やってます。え、何？都会で YouTube？ 都会で。釣り部？そうです。ユーツリーブっていう。あ、そうです。釣りやってんのかお前。ちょっと無理やるな。今の無理やるな。ちょっと無理だった今。あのおっさん無理やる。おじさんは結婚してるんですか？やばい。動揺が。おじさん？うん。いや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 。それ直前まで行ったんだけどな。おじさん中止もあるの？え？中。じゃないよ。じゃあ結婚目前まで行ったんだ。うん。相手の種族は？種族はね、グランゴンとか言ってる。強そう。グランゴン。グランゴン。マジ皮まで甘いわ。うん。ね。すげえ白いの名前だよ。食えバカだね。食えバカだね。お前が作ったわけじゃないの。いやマジでうまいねこれ。美味しいよ。俺は普通に6000円でありだね。ありだね。むしろ安いかなと思っちゃうぐらいは。そうだ、だってまだたくさん残ってる。いや本当に。このスイカ食べた後に普通のスイカ。いや空気しない。しないよね。しないしない。久々に通格ってうめえと思ったな。いや本当にめえと本当に皮まで何回言ってんの俺。さすがおじさん同じこと。おじさんだからね。ああ、というわけで、え、どうした？今回日頃マンの紹介ですから。そうだ、うん、これ日頃マンの紹介でしたから。あ、あ、あ、うん、うん、うん、何それ何それ。日の出。あ、日の出か。なるほど、日本の夜明けぜよ。さよなら。さあ、というわけで、はい、日頃マン、ぜひ皆さん味わってみていかがでしょうか、うん、はい、これは、僕が持って帰りたいと思います。険しい道でも迷うことはない。 MSN
ですプロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございますMSS プロジェクトで、ね、YouTube そしてニコニコ動画そちらの方にチャンネルを持っていますのでぜひご登録の方をお願いいたします。登録ボタンの方はですね、多分この辺とかこの辺とかこの辺にあると思います。そしてですね、下の概要欄にもですね、リンクがございますのでぜひご登録の方を何卒お願いいたします。